鎌田大地は愛媛県出身のプロサッカー選手。ポジションは MF。ブンデスリーがアイントラハとフランクフルト所属。日本代表。福島ユナイテッド FC に所属する鎌田タイムは実定である。キッズ FC でサッカーを始めた。2009年のジョモカップ U13J リーグ選抜に選出され、韓国戦に出場。この時、同じ小学校で、 キッズ FC のチームメイトだった山本亮太が愛媛 FC ジュニアユースから選出されている。中学からは大阪に住む祖母の家から通える距離にあったガンバ大阪ジュニアユースに進んだ。しかし、主戦場であるトップ下のポジションには井出口洋介ら多くのライバルがおり、まだ小柄だった当時の鎌田は腰の怪我の影響もあり、 思うようなパフォーマンスが発揮できず、中3になっても途中出場が多かった。守備面やハードワーク面での物足りなさも指摘され、ユースへの昇格は叶なわなかった。父と福重監督が大阪体育大時代の先輩、後輩だった縁もあり、東山高校に進学。首相を務めた三年時には高窓の宮杯プレミアリーグウエストでチームが再開となる中、 MF 登録ながら得点ランキング4位の10得点を記録した。5つの J クラブが興味を示し、2014年11月に翌期からのサガントスへの加入が内定した。2015年、サガントスに入団。5月10日の J1 第11節、松本山が FC 戦で J1 リーグ戦初出場を果たし、同試合で同点ゴールとなるプロ初ゴールを決める。月、 京都で行われた U-22 日本代表のトレーニングキャンプに招集される。2017年5月27日に行われた第13節の北海道コンサドーレ札幌戦では決勝点を挙げて自ら結婚を祝った。6月25日第16節の浦和レッズ戦では先制点をアシストして自身のラストゲームを勝利で飾った。 2017年6月24日、ブンデスリーガのフランクフルトに完全移籍することで、クラブ間が合意したことが発表された。その後6月29日には、フランクフルト側から、か田たと2021年までの4年契約を結んだことが公表された。8月12日、DFB ポカール1回戦のトゥス・エルンテブリック戦で、公式戦初先発を果たした。8月20日、 開幕戦の SC、フライブルク戦でリーグ戦デビューを飾った。シーズン序盤は好調だったものの、その好調を維持することができず、2017から18、シーズンでの出場試合はわずか3試合にとどまった。2018年8月31日、フランクフルトからマルク・シュテンデラやマルコファビアンらと共に構想外となり、 ベルギー一部リーグシントトロイ VV へレンタル移籍することが発表された。9月16日、第7節のカーヘント戦では途中出場から移籍後初得点を決めて勝利に貢献した。10月20日、第9節のキロボルト・コルトレーク戦では2試合連続得点を決めた。12月8日、第18節のスタンダールリエージュ戦でも得点を決め、シーズン2桁得点に到達した。 フランクフルトに復帰し、2019年8月11日、DFB ポカール1回戦の SV バルトホーフ、マンハイム戦で加入5発得点を決めた。11月28日、UEFA ヨーロッパリーグ GL 第5節アーセナル FC 戦で、L 発得点を含むにゴールを挙げる活躍を見せ、チームを勝利に導いた。12月12日の GL 第6節、 ビトリアイスシーセンでは、L2 戦連続となるゴールを決め、チームの決勝 T 進出に貢献した。翌年2月20日、決勝 T1 回戦レッドブルザ・アルツブルク戦では、キャリア初のハットトリックを達成した。L での日本人の1試合3得点は、南の匠以来2人目であり、L でハットトリックを達成するのは、クラブ史上初のことである。5月26日、 第27節の SC、フライブルク戦でブンデスリーガ初得点を記録した。5月30日、第28節の VFL ボルフスブルク戦でもゴールを決め、今季公式戦2桁ゴールを達成した。2020年9月16日、フランクフルトと2023年までの契約に合意した。12月5日、第10節のボルシアドルトムント戦では、競合相手にゴールを決めた。 2021年2月21日、バイエルンミュヘン編戦では 1G1A の活躍で勝利に貢献した。同シーズンはリーグ第3位となる12アシストを決めてチームに貢献した。2016年5月に行われるトゥーロン国際大会に挑む U-23 日本代表に招集された。同大会ではトップ下に敗されたが好プレーを見せられず、 同年開催のリオデジャネイロオリンピックメンバー入りを逃した。2019年3月、キリンチャレンジカップに挑むサッカー、日本代表に初招集され、3月22日のコロンビア戦で代表初出場。さらに、10月10日の W ハイアジア二次予選のモンゴル戦で代表初得点。その他の公式戦その他の国際公式戦。ありがとうございます。